まず膝立ちになります。伸ばしたい側の反対の足を一歩前に踏み出します。後ろになった足の甲を同じ側の手で持ち、ふくらはぎ部分を持ち上げます。程よく伸ばされた感じが得られるところで20秒保持します。ゆっくりと戻します。足を入れ替え、反対の足を伸ばしていきます。後ろになった足を曲げ、足の甲を手で掴みます。ゆっくりと足をお尻に近づけて20秒保持します。姿勢はまっすぐ、体が前に倒れないよう注意しましょう。ゆっくりと戻します。再度足を入れ替えて2セット目です。後ろになった足を曲げ、足の甲を手で掴みます。ゆっくりと足をお尻に近づけて20秒保持します。息は止めないようゆっくり呼吸しながら行います。ゆっくり戻します。足を入れ替えて反対の足を伸ばしていきます。後ろになった足を曲げ、足の甲を手で掴みます。ゆっくりと足をお尻に近づけて20秒保持します。ゆっくりと戻します。また足を入れ替えて3セット目です。後ろになった足を曲げ、足の甲を手で掴みます。ゆっくりと足をお尻に近づけて20秒保持します。ゆっくりと戻します。足を入れ替えて反対の足を伸ばしていきましょう。後ろになった足を曲げ、足の甲を手で掴みます。ゆっくりと足をお尻に近づけて20秒保持します。
ゆっくりと戻して終了です。お疲れ様でした。